はい。民主主義的な名曲と大好きです。とってことでやっていきたいと思いまちゅ。というわけでね、なんかあのー、最近あの話題のメンタリスト DAIGO さん、俺、あんまり見てなかったんだけどな、昔ね、もう相当前だな、5年以上前だな。あの、なんか、おすすめに出てきたんでさ、ですごい登録人数なんで、あな,なんだろうなぁと思って、動画5本ぐらい見たんだけど、まあ1本ぐらいは、 まあ、差もあり,まんあ,ありなんかなと思ったけど、あとの4本がなんだかちょっと違うなと思って、それ以来見てないんだけどね。まあ、チャンネル登録,登録とかもしてないんだけれども。ああ、そういえば、有名な人いたなぁ、いたなぁと思ったら、なんか問題発言でね。なんか、ずいぶん非難されてるけど、何言ってたんだこれ。僕は生活保護の人たちにお金を払うために税金を納めているんじゃないからね。 生活保護の人に食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいと僕は思うんで生活保護の人、えー、生きていても僕は別に得しないけどさ猫は生き,て生きていれば得なんでと発言さらに生活保護者だけでなくホームレスにまで言及した、えー、人間の命と猫の命、えー、人間の命の方が重いなんて全く思っていないからね、えー、自分にとって必要な命は軽いんで、えー、だからホームレスの命はどうでもいい、えー、どちらかっていうと いいいなない方が良くないと生活保護者やホームレスの命を軽視する発言を繰り出したのだっていうことになってるけどね <laughs> うん問題発言だけどねでも内心そう思ってる人多いんじゃないの特にあの上の人たちなんかうんあのまあ底辺には金出したくないとか思ってる人たちもいっぱいいると思うようんそれでまあ本当に議会予算とか私物化してるような連中はまあ言いはしないけれどもまあ 思ってるんじゃなないかなとまあ思っ積極的にそう思ってなくても実際問題、ね、そこに目を向けたらそういうふうに言うんじゃないかなとだから今更謝ったところで俺はねまあ,あの上の方の人たちっていうのはこう思ってんじゃないかなとは思うよねはっきり言ってそして最近その潮流がこう激しくなってきたじゃないかなと思うよねうんまあ見てるとねまあというのもねあのー まあこうこ見るとね、ね、まあ、例えば世界のどのような状況になってるかっていう話になると、まあ大体、世界は大体2タイプだと思うんだよね。まあ、1つは中国型と、1つはまあ資本主義型、アメリカ型に大きく分ければほとんどそこに入っちゃうんじゃないかなと、まあいわゆる <laughs> 先進国と呼ばれない国はもうほとんど中国型になっちゃうんじゃないかと、まあ、中国がどのようになりたかったかっていうと、あれでしょ。あのー まあ文革あたりからはあの考えるとさ、まああのー、二次大戦の頃から考えればさ、まあ中国、中国共産党を作ったのはソ連だっていう話でもあるけどさ、あのー、まあその頃の中国共産党は日本と同盟軍だったわけだよね、そして国民党をこう、まあ、苦しめてね、それで最終的に中国っていうのを取ったと、まああ日,日本側のあれだったんだ日本と同盟関係にあった。 あの感じだけどさ、あのー、そ,れが今のそれから今の世の中にいく過程でさ、まあ、まずロシアの,あの,その共産党っていうのがどのようにロシア労働党っていうのか、まあ、どのようにできたかっていう話になるとさ炭酸飲料のな、ー、らゲップが出るわ、まあ、ロシア労働党っていうのはさ もともとはこう労働者の,、まあ、あの産業革命以来さ、まあロシアまあ、ロシアの方にもさ、その波がな来たわけだよねそしてあ、そして労働者っていうのが力を持ったわけだよね、うんまあ、その中で、まあ、その労働者に対するこう新聞みたいなそういうい連中が集まって、まあ、まずロシア労働党みたいなのができたわけだよね、まあ、いわゆる共産党の始まりみたいな感じだよね。 うんまあ、マルクス主義者と,マルクス主義とかそういうのじゃなくてさ、うん。そしてそのロシア労働党がどのような形態かというと、まあ、いわゆる中央委員会を、ねあのー、選挙で決めようと。うん、そしてまあ選,挙で選挙で決められた人はまた選挙で悲免もできるんだよという,そう,いうまあ民主的にあの中央委員会が選ばれるわけだよね。で,でもあの選挙で選ばれた人,の人に対しては、あのー、その,の委員会に対しては、 絶対服従ねと、と、まあ、中央集権を取るよと、うん、あのみんなで決めたんだからいや、みんなで選んだ代表なんだかってだから、民主主義的な中央集権制で始まったんだけれども、あのーまあ、い,いろいろレーニンとかそういう人たちが出てきてね、ねそしてまあロシアの動乱とか、そういうのがあって、今日あのソビエト連邦に代わる動乱とかの中で、ねあのー、そんな選挙なんかやってる場合かということで、後継者指名になっちゃったんだよね、選挙なんかやらないでね、後継者指名で次の人が指名されると。だからあの 前の指導者の都合の人が指名されるわけでそれと同時にこ,ここが一番の問題だけれども選挙で罷免されるというのもなくなっちゃったわけだよね選挙で罷免されてもあのいつ目かなくなっちゃったわけだよねだから後継者指名の地方集計戦になっちゃったんだよねもうこれほとんど独裁独裁って感じなんだけどそれが今の中国の そ,そ,のその人たちが世界に共産党を作ったわけだよね、まあ。アメリカの共産党もそうだし、中国の共産党もそうだし、日本の共産党もそうだし、まあ今北朝鮮の原型の共産,共産党もそうだしね、うんあの、朝鮮の共産党だろうね。うんまあ、あのそれが原型なんだよねで。それで何が起こったかっていうと、あの中国なんかあれでしょ、あのまあまあ、今でいうあのフェミニスト運動とかね、 あのー、あれにも通じるんだけどね、あと BLM だっけあの、ブラック・ライブス、また黒人もまた来てる運動、あれも、あれ、あのー、なんだ中核幹部がね、私はあの訓練された共産あマルクス主義者だって <laughs>、自分で言っ,た言っちゃったね、あのどっかの講師学園で教,教育されたんだろうけどね、あのー、そんな感じそこら辺もこも見えるんだけれども。 あのいわゆるさ、何話してたの俺、俺、共産主義ね、うんあの、結局のところさ、あの中国の文化大革命というのは、まあ、みんな平等にしようと、まあ、そういう連中も女性,女性もこう男性と平等にするとか、黒人を平等にするとか、そういう名のもとにね、まあ、あれは市民を平等にすると、インテリたちにねあのお,、まあ、お金とかね。 あの資産とかね、あとはあの、まあ、国家屋さんとかを牛耳、まあ、られてるから、そこをもう市民全部のものにするっていうか、みんな平等にするっていう名のもとにね、まあ、そういう共産主義運動が起こったわけだよね、で結果、何が起こったかっていうとね、粛清が起こっちゃったわけだよね、いわゆる、あのー、その運動を起こした人たちに権力と金と全部集まっちゃって、それが特権階級になって、そのほかの,他の、まあ、粛清されたりしてね、 平等なもの言えぬ人民を作っちゃったわけだよね。まあこれが結果平等論、あの共産主義であり結果平等論の行き,行き着いた末なんだよね。うん。で、これそれもさ、これに似合うところない。うん。僕たちは生活保護の人たちにお金を払うために税金を納めているんじゃないからねって。それはこれ、エリートたちが言えば、ね、別にあの、その一般市民の方は知らねえよっていうふうにもう 取れるわけだよね、うん、生活保護者に食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいとかね <laughs> まあそういうなんてエリートになった人たちはそう考えてもおかしくないし今は考えてるんじゃないのそういう,うに。うに、ん、そしてまあ,あのそれで、あのー、中国なんかね、あのー、貧しい人たちはまあね、あのーまあ、かなり抑圧された世界に住んでるわけだよね。 うん、使うお金も違うんじゃないかな、お金すら持ってんのかな、使うお金だって、あの外国に持っていけないお金と中国はあの外国に持っていくお金、2種類あるみたいだからね、うん、もうほとんどあの貧しい地区、10億人以上のが閉じ込められてる貧しい地区はあるでしょあの、移動の自由すらない、あのー、もう自給自足にも似たような地区でしょ。うん あの我々が思ってる中国というのは2億人の地区だからねたたあの16億人か 18, 18億人ぐらいいる地区の中の2億人の豊かな地区を我々中国と思ってるだけでほとんどが貧しい地区だからねあのそういう抑圧されたあのエリートになれない人たちの地区に住んでる人たちだからねでまあそんな感じでさそういうところはまあいわゆる 宗教独裁とか,あの独裁とかあの民族独裁の国家も似たようなもんだよね。うんまあ、そんな感じでねあの、結局のところ上級国民と、まあ、支配者と非支配者に分かれちゃってるわけだよね。そういう、まあ、いわゆる先進国と言われない国ね。で先進国も、ね、結局民主主義なんていうものはうまくいかないわけだよねあのアテネか。古代アテネから見ると民主主義っていうのはさ、あのーまあ、いわゆる。 うまくいってたのはペリクレスっていう希代の政治家、ものすごいあの才能あふれる政治家がね、まあ、票を買収したりね、あの人を懐柔したりして、あの当時の内閣ね、十二委員会っていうのを掌握してね、それで、あの独裁と思わせない、思わせないでおいて、独裁を行ってたって、その20年間が民主主義の黄金期だったわけだよね。そそのペリクレスがもう諦めちゃった、うんまあ、ちょっと諦めたっていうのは、まあ 前に,前にもちょっと動画であれだけど、よく話したから、前の動画、どっか見てもらえばあれだけど、なんで諦めたのかっていうのはね、まあ、もう諦めちゃって、権力も失っちゃってね、そしてそれがどうなったか、その後どうなったかって民主主義がね、結局何も決められなくなっちゃった、集軍政治になっちゃったんだよね。あの人物は出たんだけれども、それぞれの意見をこう、正論を述べて、それで相手の足を引っ張り合ったりして、ね。 結局ね、何をやらなかったかっょっうとね、汚い手を使ってても国を一つにまとめようっていうね、そういう気持ちがなくなっちゃったわけだよね。うん。それで自分の制御を推し進めて、それで結局国を一つにまとめられなくなって、それでまあ全体主義の、軍事全体主義のスパルタにやられちゃったわけだよね。うん。あのー、だ民主主義っていうのはあの結局ね、何かしらやっぱりね、独裁権力みたいのでね、あのー、 牽引していかないとね、あのー、どうしても、あのー、うまくいかないんだよねあのー、本当に先導多くして船山登るの状況になっちゃうわけだよねで現代の民主主義、まあ、日本とかアメリカがうまくいってるっていうのは結局民主主義がうまくいってるというわけじゃなくて資本主義っていうのをけん牽引にしてれば資本主義資本独裁制だよねまあお金によってみんなを縛ってねそれで牽引してねそれでうまくいってるっていう感じだよねでその中でさあのー、やっぱり 最初はみんなこう平等かなと思ったらそうでもなくなってきて最近はもっとあの平等じゃないのが分かってきたでしょ貧富の差がすごい分かれてきちゃったと。うん。まあそういう資本独裁性のあれだよね。で、あの国家予算なんかでもさ、あの議会予算で、国家予算というやつ、議会予算もそのそれを牛耳ってる連中、まあ議員さんだよね。それに連なってる連中ね。まあ、自分のところに、まあ、大企業とか、自分のところにお金が行くようにして、 結局、庶民とこに行かなくなっちゃってるでしょ。あの税金集めてもね、うん。大企業だってかなり、あの国会さんに依存してる企業がどん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 出てきてると思うけどね。あのひどいもんだよね。まあいろいろ社協だとか、福祉とか医療の関係もかなりひどいと俺は思ってるけどね。うんあのー、まあそんな感じでね、てアメリカなんかもっとひどいのが、まあ結局のところさ、あのー まあ今見せかけの経済がさ、まあ、見せかけに経済がこういいって言うけれども、結局、株価主導型の経済ってさ結局、まああのー、今の国家予算使われ方がさ、大金用途、あれだけなんだよね、あのー、株価だけなわけよ、株価維持、まあ、ってことは結局、投資家たちのためだけの予算の使われ方なわけよね。そして、あのー、貧して貧い人は ずっと貧しいわけだよねそしてその中でまあどんどんインフレが起こっちゃって、ね、家賃がもう3倍ぐらいになっちゃうんでしょ ?5 万ぐらいとか15万ぐらいになっちゃったりしてたうんそしてあのー、まあイギリスの例なんかさ見るとさ、あのー、結局今資本主義が最終的にまあ中国化しちゃってるけどさ中国化してるってことはどういうことかっていうとまああのー、いわゆる 支支配者と非支配者者とに分かれちゃってるでイギリスなんかの例が面白いから見るけどさ面白いってのもどうかと思うんだけどもあのイギリスなんか行ったってあのロンドンに住んでる人たちなんてあのイギリス人がどれぐらいいるかって言うと1割ぐらいしかいないってうんだよねであとはあのどういうところの人たちかっていうとあのアフリカ系のねで雇われてきた労働者とあと東欧系,東欧系のね あの国家が破綻したようなところで、そこで大学の教育を受けた人たちが、あのまあ、いわゆる頭脳労働のために雇われてきてるわけだよね。あとの,あの9割はそういう人たちだってわけよね。そ、うん、して一般的な、あと9割のイギリス人たちどこ行ったかって言ったら、田舎においられちゃったってんだよね。職もなく、何もなくね。あのー、して、なんで田舎においられちゃったかっていと、ロンドンの地下とか家賃が高くなっちゃったから住めなくなっちゃった。うん あのそうやっってて追い出しちゃってるんだよねそれでまあいわゆる特権階級の1割の特権階級とその生活とかあのあそういう会社とか生産を支える9割の雇わし雇われた外国の、まあ、低賃金労働者、うん、によって、まあ、大都市が運営されるわけだよねそしていらなくなった9割のイ e ス人たちは田舎の方でね 職もな,くなんか福祉の世話になってるのか、自給自足してるんだか。まあ、中国のあれと同じ感じじゃないあのー、2億人のさ、豊かな地区に住んでる人たちとさ、中国は自国で賄ってるけどね、その,の低賃金労働者も自国民で賄ってるけどさ、うん。で、まあ、結局のところ同じようになっちゃったわけだよね。で、その支配者層たちはさ、使ってないでしょこの、あれたちに、あのー、こういう生活保護者とかさ、そういう低賃金労働者たちにさ、 お金使っっててななないからそのような状況になってるわけでねで使いたくないとも思ってるんでしょ。うん、で安い,安い労働力は別に自国民じゃなくて7つかまねえからさ。あのー、で最近はさまたそういう,うにあにボーダーレス化が進んで国境もだんだんなくなってきちゃったしさ、あのー、あとオートメーション化とか、AT、あの AI 化も進んできちゃうしさ、あのーまあ、安いところに工場を持っていってさそこで作ってそこの労働者作って 使ってそれで高く売れるところに持っ,てく持ってくればいいみたいな感じにもなっちゃってるしさ、あのー、いろいろ海運とかそういうのも発達しちゃってたそうしたらどん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 さ、あのー、自国民の底辺にお金をやろうっていう気持ちがどんどん薄れてると思うんだよね。あのお荷物だと思ってる口は俺はあると思うんだよ。もうそれは全世界的な流れだと思うんだよね。 特に,上の,特につかもう上の人たちはほぼほぼほぼ思ってるからそういう時代になっちゃってるしさで日本もだんだんそういう流れあのアメリカもそうだし中国もそうだしそういう流れもいわゆる、あのー、そういう共産主義とかさ社会主義とかさそういう民族独裁主義とかさ、うん、あ宗教独裁主義の国とかだと資本主義の国のエリートたちはさ まあ結局あの、そして、まあ、その襟たちはどういうことかと,いうと、やっぱり国家予算を自由にできる人たちだよね、あの割り振りをあの、それに関わる人たちだと俺は思うんだけどね、そういう人たちはやりたくないんだよ、あの作者するけど、はあの上げたくないわけよね、そう考えるとこれだよね、人間の命と猫の命、えー、あ僕は生活保護の人たちにお金を払うために税金を納めているわけ。 るんじゃないからね生活保護の人に食わせる金があるんだったら猫を救ってほしいと僕は思うんで生活保護の人、えー、生きていても僕は別に僕は別に得しないけどさ、えー、猫は生きていれば得なんでうん人間の命と猫の命人間の命の方が重いなんて全く思っていないからね自分にとって必要ない命は軽いんでだからホームレスの命はどうでもいいと、えー、ど,どちらかっていうといない方がよくない 俺,俺エリートの人たちって,ってこ,こんな考え方だと思うよで。この人はエリートの人たちと付き合いあるだろうからね。まあ、y o u t u b e バーとして成功してるからお金の流れもすごいだろうからね。うん、もう俺はこの人よく言ったと思うよ。だってみんなあの言葉に出さないもの。あのニューヨークの,さあのビジネスマンたちは最近女性と食,食事2人きりで食事絶対しないっつうじゃん。 あとでセクハラだとか何かされたとかね、根も葉もないこと言われるからね、あ,のあと、社内連は絶対しないとかね、あとでどんなこと言われるか分かんないとかね、もうそういう,うにもうに防御体制に入ってるんだよね。うん、で目に見えない差別とか、目に見えないそういう、うんまあ、階級的なものに行っちゃってさあの、みんなこう防御しちゃってさ、そういうものをこう 目に見えなくしてるんだよねでもこれメントリスト大悟さんっうのは、まあ、ポロって言ってくれたよねそういう上の人たちの本音をね、うん、俺はねいいと思うよそしてあのいくらねこれ謝ったってね上の方の人たちはねこう思ってると思う俺は、うん、あの特に今の社会の流れ的にね思ってるからこういう社会になってるんだと思うねどんどん貧富のさんが分かれていって うん、そして上の人は上の人も予算とかも牛耳って、ね、下のほうに,方にあのお金がいかないでトリクルトリプル、トリクルダウンか、トリクルダウンとかダム理論とか、ね、トリクルダウンとてはどういうことかというと、大企業の、ね、国家予算とか使って大企業を、ね、あの潤せば、ね、庶民にしたたっていくと、滴たる水のようにこう庶民も潤うっていうんだけどもね、ねあとダム理論というのはダムあの、ダムに水を貯めるように大企業にこう金をやればね、 そこから溢れ出た水がね、あの庶民を潤すんだけど、それがあの正社員切りで派,派遣とかそういうのに切り替えちゃったんでねあの、庶民にこう、行かなくなっちゃったんだよねうあの。昔ダム理論とかトリクルダウンとか言ってたけどね、それが全然、あの結局それも方便でしょあの。そういうことがあるからあの予算は大あのそういう上の方の立ちで使うんだよっていうね、使ってもいいんだよっていう。 あの結局それは庶民のたちのためだからねって、まあ庶民からこう、あのつっつかれないようにね、防御して言ってるんだけどねあの、ただ、そういうものもどんどん進んでいくと、どんどん庶民あの分断されて、そうすると,するとね、庶民がこう分断されちゃうんだよね、も力もなくなると、もうそんな政治運動もできないからね、そうすると物言わぬ庶民になっちゃってね、結局あの、上の人たちの,、ね、あの思うがままになっちゃうわけよね。 今その段階に来てるんじゃないのかな。うん、上だから上の人たちってこういう考え方を俺は持ってると思うんだよね。そして今の世の中はあのーそのまあ、結果平等論とかねいやあ、そういう共産主義的な考え方、まああのー、結果的にみんな平等にするたしようっていうそういう運動を起こして、それでその運営者の方にね、あのー、権力と金を集めてね、それで、まあ、強権を持たせて。 それで、中央集権性を築いてね、うん、それで、あのー、それに抗う者とか、それに立ち向かう者に対してねあの、その強権でね、あのまあ、文化大革命みたいにねじ伏せると、そして、あの物言わぬあの貧しい平等な市民を作ってしまうというね、そして、あのそ,してその運営者たちは支配者階級としてね。 ずっとにらみを聞かせるっていうね、そういう感じとか、あのまあ、民主主義っていう何も決められないそういう生態の中でね、あの資本主義、金による支配を詰めてね、それでまあ金、上の方に金をみんな集めちゃうって、集めて支配力をこう強化するっていうのね、あのー、その中で上の方に行った人たちはみんなこんな感じだと思うよね、で下の方たちはもう、人たちはもう力を失ってね、あの物も言えなくなっちゃって、うん、ただただ、 従うだけあの中国なんか下手すりゃ移動需要もないから知らされもしないしねそんなあの豊かな地区があるってこと事態知らない人たちもいっぱいいると思うけどね、うん、まあそんな中でねあのー、あやっぱり上の人たちはこう考えてんだなと、うん、ある意味メンタリティーと大悟って人はそれをポロって言ってくれたってことはね、あのー、かえって考えさせられるのにちょっと良かったんじゃないかなと俺は思うけどねうん あのまあ、そういうつもりで言ったんじゃないけどね、この人はね。あのほんと本気でそう思ってたっていうんだからそう、まあ、この人も上の子の人たちなんだろうね、のに所属する人なんだろうね。うん、で、まあどうする、それでどうするかっていう話だよね。結局のところね、あのー、その権力あの中国みたいに権力の支配とかね、あのー、そ,んなあのそんなの認めてるとね、結局、文化大革命と同じようなことが起こるからね。あの結局その今 まあ怒らねえよって思うかもしれないけどね、今あれ見るといいかもしんない。あの BLM、ー、BLM& BL、B、んブラック、B? まあ黒人もまた生きてるじゃいブラックライブスマターだ。BLM& だね。ブラックライブスマターだよね。黒人もまた生きている。うん。ブラックリ、 ライブスまた運動なんか見るとよくわかるでしょ。あれ、あれって完璧に共産主義のやり方だからね。あの、まあのま黒人を平等にしようというあのこあの、結果平等論だよね。そしてまあもう歴史の生産もすべてだからね。歴史的なものも含めてだから、まあ今まであの黒人が搾取したものを白人返せよっていう、そういうあれもあるからね。だから黒人の優遇を求めるわけだよね。でも、一般的な黒人が豊かになってくるとそうでもないんだよね。豊かになってるのは結局 その上の方の人たちだけなんだよ上の方の人たちはもうね、なんかもうなんで何、な何で、人たちは何十億とか何億とか、そういうお家を10軒も持ってたんでしょ、上の人、ね、でそれあの NPO で集めたお金を流用してたんじゃないかってうん、あのー、いう話でしょ、で結局それ、もう立ち消えになっちゃったでしょ、あのー、あのまいわゆる騒ぐなみたいな感じでね。あのー まあ黒人様に立てつくなみたいな感じでねあのそれもまたあの立ち消えになっちゃったわけだよねまあそれは権力の乗せる技だよねだから彼らにも権力がすごい持ってるっていうことだしねあのまあそしてまあ資本主義なんかでもまあ下手げにあの立ち向かうあ立つとあの収入を得られなくてにまあ日本みたいな国も分かるけど収入なかったら食っていけないからねあの まあそんなことにな,なっていく中で、どのようにそういうものに対して立ち向かうべきかっていうのはね、やっぱり俺はね、あのー、その権力に基盤をあ社、社会的にこう、そう自由と、表面、自由で、平等だよね、表面平等主義とかそういうのに力を貸すっていうのとか、あと資本主義によるその民主主義の,この権威力、そういうものにさ、 あのー、力を貸すっていうよりもね、俺はね、運命共同体っていうものをね、あの見直すべきだと思うんだよね。うん、あの運命共同体って言ってもね、違う。あの今の運命共同体は違うよ。今はまあ貧しいものは貧しいもの、豊かなものは豊かなもので集まっちゃって、結局そうなっちゃってま,またこの階級が生じちゃうからね、断絶とかして階級が生じちゃうから、そうじゃなくてね、古代ローマにパトロールネスクリエンティスっていうのがあったんだよね。 あのそれが古代ローマのね中核は何だったかっていうことだよね。今、資本主義って国は資本,資本の流れが中核なわけよね。それによって国が運営されてるわけだよね。で、社会主義とかあ、あとあの宗教独裁主義とかあ、あれはまあいわゆるスタンダードなイデオロギーだよね。あのまあその人たちの考えるこの民族はどうかとかね、あとあ、市民は平等じゃなくちゃいけないとか。うん そういうものに対するそういういものに対する権力だよね。によってこう、社会にこう運営されていくわけだよね。でも古代ローマっていうのは、ね、う運命共同体っていうものがね、あを中核にね、あのー、社会が運営されてたんだよね。うん、それはなぜかっていうとね、もともと古代ローマっていうのは羊飼いのあぶれ者たちが集まった国であってね、人口が極度に少なかったのね。あぶれ者のこの まあ、いわゆるさ、昔の都市国家っていうのはさ、あのー、収容人数が限られたんだよね。だから、その、そこに子供たち生まれてもね、長男しかいらんないのよね、うん。まあ、女の子はまあ嫁に行くとかそういうのがあるんだろうけれども、純血主義だからどっかにあの嫁に行きてはいっぱい、あのー、その都市国家内でこう、あの、あったんだろうけどね。あのー、でもね、次男坊三男坊となると出ていかなくちゃんでね、都市国家からね。 ライオンの群れみたいなもんだよね、うん。そして出て行った人、あれが集まって、まあ、あのロムルス・レムルスっていう、まあ、羊飼いの棟梁だよね、王様としてね、そしてまあ,あるああのローマの今のあるところの丘、ね、に溝を掘ってね、ここ俺たちの国ねって始めたのがローマの始まりだったんだよね。ただ、国ごっこみたいなのから始まったんだよね。まあそれでね、まあ、あのいろんな周辺部族とのね、あのまあ、 いざこざとか戦争とかそういうのでね、意外に強かったんで、そういう連中だからね。それで頭角表してたんだけどね、結局少なかったんだよね。それで、あのー、周りに言ったわけだよね、あのー一族。あと女もいないんでね、嫁さんもいないんでね。うん、それで周りの人あれに言ったんだよね。あのだだ皆さんと、あのー、ラテン民族の皆さんと、あのー、一族挙げてね、ローマ二重してもらえませんかって。 あのロムルスが言ったわけだよね、まあロム。まあロムルスとかロムルスとまあそのローマの中核、まあみんな、まあ、中核っつっても少なかったからみんな中核なんだろうけどね。うん、そして一度考えてきてください。そうすれば十あの何,十何百人単位でこう人口が増えるんだよね。うん、それにこうしてるくれた人たちがいるんだよね。一問挙げてくる。それはなんでかってやっぱりね、あの純潔主義の都市国家でね、やっぱりいく,あのいくら努力したってね、 あの上に上がれない人たちが言ったわけよね、それはあのその都市国家に途中から来たとかね、あとは父親がその都市国家の出身じゃないとか、母親がその都市国家の出身じゃないって言うとのやっぱりね、中枢には差別されて、中枢に中,中枢にはね、あの、迎え入れられなかったんだよね、そういう人たちがね、不満を持った人たちがね、ローマだったら俺たちをあの認めてくれるんじゃないかっていう感じでね。それで 古代ローマに、ね、一族をげていったわけですよねそこでローマ人たちは喜んだわけだよね。一族挙げて来てくれたんですかありがとうございますとであの。代表者を1人選んでください。長老を1人選んでくださいと。その人にあの今からあの元老院、国会,で国会を作って、王の諮問機関として国会を作ってね、そこに議席を与えますんでって。そしていつまでもあの王様を補佐してくださいっていうね。うん、その伝統からね、この運命共同体、まあ、いわゆる一族、 っていうもののをねあのー、すごく大事にしたのね。うん、でそれがいつの間にかもう何百年であ、何十年、何百年たつうちにね、あの結束を返さない、そういう運命共同体で結束を返さないこう運命共同体作ってね、あのー、それがまあ、いわゆる選挙で選ばれたからね、あのー、その元老院はね。そうすると運命共同体長が結局のところあの議席を持つわけだよね。だからあのー、議席の数だけ運命共同体があったんだよね。うん 古代ローマっていうところはね。そそれで結束を使わない、結束を伴わないそういう運命共同体の集団を作った。日本で言ってもまあいわゆる、うん、武家の集団なんかもそんな感じじゃないかな。うん。でそれは庶民から全部入れたからね。そしてだ誰でもウェルカムだったから、あのその集団の長はね。で庶民たちもこぞって入ったんだよね。なんでかと,うとあのメリットがあったんでね。だからそこら辺だよね。あの運命共同体を メインにするってると作て,てもねやっぱりね、その上の人たちにもメリットがあるようにして、下の方の人たちにもメリットがあるようにしなくちゃいけないとは思うけどね、うん、あの実質的なメリットがあったんだよね、あの上の方の人たちのメリットっていうのはね、まあいわゆる、あのち、ー、に、まあまあまあ、元老院の長ともなるとね、あの軍事司令官も兼ねたんだよね、あと外交施設とかね。そうするとね、あのー、 なんかまあ、負けやすさとかもあるじゃない。そうすると、こう、帰りにね、山賊とかね、海賊にこう拉致されることもあるんだよ。そうするとね、身分が知れるとね、莫大な身の代金を要求されるのね。で、身の代金を払えばね、意外にあのー、帰ってこられたり、無傷のまま帰ってこられるわけよね。で、払えないと殺されちゃったりあのー、するわけだよね。でもね、その身の代金がなかなかはもうものすごいふっかけられるんで、払えないわけ1一問じゃ、その、 家庭内じゃね、あのー、用意できない金額を言われるとね、そうやって運命共同体持ってるとね、みんなカンパしてくれてね、お金揃っちゃうんだよね。そして、あの無事に帰ってこれて、まあ、保険にもなったんだよね、運命共同体持ってるとね。うん、そして、上の方はねで、運命共同体のその下の構成員たちのあれはね、あのー、やっぱりね、あの当時ね、自営業だったらみんなね、あの農牧業を営んでたの。 えの小麦を作ったりね、オリーブを作ったりね、あの羊を育てたりね、そうなるとね、長男にこう相続させて、次男三男坊っていうのがやっぱりね、宙に浮いちゃうんだよね。その時に上の人たちに相談すると、食を斡旋してくれたんだよねで。上の人たちはね、海外にね、工場を、まあ、工場つってもね農牧の、農牧地を持ってたんだよね。それはなんでかってローマ戦争するとね、 都市国家の戦争で勝つとねあの、その都市国家の一部の農牧業に適した土地を摂取するんだよね。それをね、あのーまあ、売るんじゃないんだよ、賃貸なんだけども、賃,賃貸でこう競売にかけるのね、ローマ市民たちに対してね。そ、うん、そこで、あのだから海外に工場を作るような感覚でね、ローマ市民たちはあれなんだけども、それって一般人、今でもそうでしょ、一般人は海外に工場なんかできないでしょ。いわゆる上の方の人たちしかできないわけだよね。うん あのそういうことはね、うんで、そこにはやっぱり管理者も必要だしね、そういうところの職業もあったわし、あとあのローマを他の都市国家を下すとね、あのー、共同防衛をね、貸、あのー、したんだよね、だからローマ圏に入るから、そしたら防衛戦に対してね、あのー、軍隊出せというわけで、ね、でも軍隊,出軍隊出せないんだったら税収の1割をよこせとで。それで俺たちがあのー 軍隊を見つ,く見つくろうからって、まあ、現地でこう兵隊をこうあの雇ったりいろいろしてねあの、だから現地のあ,のあれにもなったんだけどね、あの労働者問題にも、労働,者に問題にもな労働者をこう雇うっていうの、あのそういうのにもなったからね、あの現地としてはね、当時はね、軍隊に大体税金の100%が使われたわけだよね、それが10%だけで軍隊が賄えちゃうわけだよね、防衛戦がねで。しかも あの現地民を雇用しててくれるってうわけだよねで現,地現,地現地の人間にとっては支配者にとってもね、あ,のあれにとってもウィンウィンの関係でね、あの結構ね、あのギリシャ系の人たちはすごい喜んだのね、あの軍事やりたくない人たちね、商売だけやりたかった人たちはね、え、1割でいいのって、1割でみんな見てくれる、あのロボが面倒見てくれるのそれってお得じゃんっていう感じでね、まあ、あのでもそうするとね、やっぱりあの税金の徴収があるんだよね。 で税金,税金の徴収の仕事もあったわけよね、うんまあ。国から委託されるんだろうけども。そんな感じでね、あの職業はあったんだよね。だからそういうところにこう、斡旋してもらえるっていうの。うん、あのそういうあの運命共同体に所属してるとね。うん、だからそういうね、うまみもあったんで、お互いにこうウィンウィンの関係を築けたんで、それでまあ、運命共同体っていうのはこう成り立ってるんだけども。あのー それがね、国家のメインだったんでね、そ,それ、だから運命共同体のあのを背負って、みんなあの、あれにいたあの、議員さんたちがいたからね、うん、本当に有機的な運命共同体で、ね、今みたいにもう、あのなんつう、政治家の講演会なんて形だけじゃない、うん、そしてまあ、ちょっとそして利権団体じゃただのね、そうんじゃなくて、本当の運命共同体ね、で上その上の方の人たちはね、常に午前中を開けといてね、そして庶民はいつでも会いに行って、い,いつでも話せるような体制を取ってたからね。うん あのー、本当の無妙共同体であったんだよね。うん、それをメインにこう国家が動いてたっていうの。そうするとやっぱりさ、あのー、上の門と下の門の上の門も,もなかなか残酷にはなれないで下を切り捨てるってことがねいい例があるんだけども、あのー、まだローマがちっちゃい頃ね あの農場を経営してたわけだよねその時にまあ、あのー、人を使って、あの上の方の人たちは人を使ってね、まあ、農場を経営してたんで、その時はね、本当にね、あれの、あのー、なんて人をね、もう物みたいにとか、馬車馬のように働かせるのがなかったってうんだよね。やっぱり見てるからね、近くでね。あ疲れてるんだったらちょっと休みなよみたいな感じでね、うんあの。見てるとやっぱり違うってうんだよね。で、それがね、あのー、ローマンがこう発展してどんどん戦いに勝ってね、 海外で農場を経営するようになるわけで上の人たちはね。そうすると数字しか見ないんだよね。だから人をね、もう馬車馬のように働かせてもね、自分見てないから、なんとも思わないわけよね。で、人をもう本当、人じゃないような感じで働かせるようになったっていうのがあってね、やっぱりこう接触してるか接触してないかっていうのはすごい重要なんだよね。見てるか見てないかっていうのはね。うん。最近見てないでしょ。あの、あの特に資本主義なんかも株で握っちゃってる人たちなんかね。うん。だからまあ、 こううなっちゃうんじゃないのあの本あのー、生活後の人に食わせる金はねえみたいな感じになっ,なっちゃうんじゃないかなと思うんだよね、うん、まあでもねこれは世の中の流れだと思う上の人たちはみんなこう思ってるよ、うん、メンタリスト第五っていう人たちだ,人のだけの意見じゃないよいあの言わないだけ言えないだけ言ったらもう足引っ張られてるのがわかるからね この人はちょっと脇が甘くて言っちゃった,だけ言っちゃったからこう問題になってる。でも問題になったってことは意外に悪いことじゃねえなと思うけどね、うん。ちょっと俺考えた方がいいかなと思うけどね。さババイバイ